はい、こんにちは。今回はですね、メインのピリメンアンプは、細かく紹介したんですが、サブの、ピリメンアンプも、紹介してなかったんで、紹介していきたいと思います。はい。で、今回はですね、これをちょっと詳しく見ていきましょう。まずはですね、昔はですね、僕、これと同じ CD プレイヤーとチューナー持ってたんですが、この二つは壊れちゃいました。で、このアンプだけ生き残ってるって感じです。昔のデモのハイコンポネンツですね。はい。で、まずは、ここにデノンと書いてあります。はい。で、一見 PMA2000 に似てますよね、初代の。はい。で、ここに UPA-F88 って書いてあります。で、こっちリモコンの操作と、電源がつくとオレンジ色に光ります。で、これがスイッチ。で、こちらがイヤホン。で、こちらがボリュームですね。ボリュームじゃねえ。バスとトレーブルとボリュームとバランスです。はい、で、これで入力切り替え。で、これボリュームね、外れます、これ。はい。こんな感じですね。ここら辺はアルミなんです。これなんかプラスチックですね。プラスチックで音できてて、安っちいです、これ。はい。一見これとこれは、高く見えるんですが、これはなんかプラスチックです。こんな感じですね。はい。で、入力機械はですね、CD、テープ、チューナー、レコード、MD、DVD、AUX になっております。ここは色はゴールドですね。はい。重量はだいたい何キロぐらいだろう。10キロ、12キロぐらいかな。うん。で、上の写真を見るとこんな感じですね。はい。こんな感じになっております。はい。で、横になると、横幅は結構、そんなにないです。厚さも、まあですね。はい。で、裏を見るとこんな感じ。まず電源がこのようになってます。安いアンペアなんで、これ電源ケーブルがめっちゃ細いっていうね。はい。で、こんな感じですね、各部の写真は。で、こちらが、電源は脱着式じゃないです。はい。こんな感じ、直で出てるやつですね。はい。で、こちらが、保温出力と CD とチューナーです。で、こちらが AUX。で、ここテープ端子と MD 端子ですね。で、ここに UPA-F88 と書いてあります。AC が 100V、72W。日本コロンビア株式会社って書いてあります。で、このアンプは、ステレオなんで、バーナブラックには対応してない。はい。バーナブラックには対応してないっていう感じですね。はい。基本的にこんな感じで、シンプルな。こちらリモートコントロールといって、CD プレイヤーとか挿すときに、これがあるとですね、これがあると、アンプの電源をつけたときに、CD プレイヤーも一緒につくっていうやつです。はい。こんな感じですね。端子は非常に少ないです。はい。基板の中とかこんな感じですね。はい。こちら前ヤフオクで何も問題ない。こちらは昔ヤフオクで、5000円ぐらいで手に入れましたね。何も問題がないということで手に入れました。はい。ステレオなんでね、バイオワイヤリング対応ではありません、このアンプは。はい。こんな感じですね。はい。ちょっと電源をつけてみましょう。じゃあ、電源つけてみましょう。で、最初はここのランプがつきます。はい。で、ここが点滅します。カチンっていう音がしますね。はい。そしたら、もう音が出る状態ですね。
こんな感じで、ここ回すとこんな感じ、入力切り替えができますね。はい。で、まあ、このアンプはなかなかかっこいいですね。はい。デザイン的には。はい。まあ、僕は基本的にアンプはマランツとかが好きなんですが、まあ、デノンも意外と好きですね。はい。最初買った当時はですね、一回分解してホコリとか取りましたね。買った当時はすごいホコリがひどかったです、中の。はい。だからちょこちょこ中の清掃をしてます。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、切り替えると。はい。まあ、このアンプは基本的にあまり熱持たないです。はい。あまり起動してても。で、こちらの中を見てみると、はい、こんな感じで意外とまあ結構いい仕様になってます。こんな感じで、はい、こんな感じですね。まあこちらのね、分解動画とかも出していきたいので、ぜひ見てください。今回はこのデノンの UPA-F88 というスピーカーじゃなくて、プリメインアンプでした。では、チャンネル登録お願いします。では、さよなら。